CVX は大韓民国海軍の航空母艦建造計画。当初は独島級の後継となる強襲揚陸艦の建造計画として LPX2 と称されていたが、2021年2月に現在の計画名に変更された。1995年4月1日、安形体大将が第24大海軍参謀総長に就任するにあたって、 要望事項としたのが外洋海軍建設準備だったが、このためには機動部隊の指揮、統制や三次元的な水陸両用作戦、海上航空作戦の支援能力を備えた艦船が必要と考えられた。このための大型輸送艦として建造されたのが独島級揚陸艦であり、2005年7月に一番艦、また2018年5月には、 改良を加えた二番艦が浸水した。二番艦の建造と並行して、さらに航空運用能力を強化した艦の建造も模索されており、2019年7月、国防部が2026年以降の戦力導入計画として発表した長期戦力所要において、軽空母建造事業が盛り込まれた。その後計画は前倒しされ、同年8月14日に発表された。 2020から2024年国防中期計画において、この期間内に行う新規事業として、大型輸送艦2が盛り込まれた。これは、独島級の1.5倍の大きさで、揚陸艦としての作戦だけでなく、F-35B 戦闘機を最大16機搭載して、軽空母としての作戦も可能なように計画されていた。また、同年10月16日には、 現代重工業が韓国海軍からストブルタイプの戦闘機を運用可能な大型輸送艦の実現に向けた概念設計技術の研究事業を受注したことを発表した。納期は2020年後半であり、同社は今月中にも概念設計に着手すると発表した。2021年2月には計画名が正式に CVX に変更され、 バブコックマリーンやベイシステムズ、タレス社の支援を受けて、韓国企業が開発を進めていると報じられた。CVX 計画艦は、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級などと同様に、アイランドを2つに分割し、ここには、次期駆逐艦と同型の S バンドフェーズドアレイレーダーを設置する計画である。同年6月に、ビックスコで開催された国際海洋防衛産業展では、 海軍当局のほか、HHI 及び大武造船海洋もそれぞれの案による模型を展示した。HHI の案は、バブコック社が設計の半分以上を担当しており、満載排水量4万5千トン、全長270メートル、飛行艦板前端部にスキージャンプ勾配を備え、F-35 戦闘機の搭載数は、格納庫内に8機、飛行艦板上に16機とされた。 一方、ズムの案は、排水量4万5000トン、全長263メートルで、スキージャンプ勾配は省かれており、F-35 戦闘機の搭載数は、格納庫内に12機、飛行甲板上に16機とされた。また、ズムの案についても、イタリア海軍のトリエステの建造経験を踏まえて、フィンカンティエリ社が、コンセプト開発に参加することになった。ありがとうございます。